提供は2018年9月7日、2時49分ですね。これは朝日新聞の国際面ですけども、アメリカでですね、トランプ大統領の高官から、まあ、役人たちの中の誰かが匿名でこのトランプさんの批判をニューヨークタイムに載せたんですよ。これ今 CNN 見るともう繰り返し繰り返しこれやってますけどね、日本のメディアではあんまり言ってませんけども、この人が言ってるのはですね、この、まあ、政権の幹部なんですけどね、まあ、どれぐらい偉い人かって分かんないんだけど、我々のジレンマはトランプ政権の高官の多くがトランプ氏の政策や彼の最悪の考えをくじくことに絶えず努力をしているということだ、まあ、とんでもないことをやりかねない大統領で、今までもいろいろ恐ろしいことをやろうとしたのでそれをやめさせる、大統領は我が国の健全性に有害なやり方で行動している、だから我々は彼の検討違いの衝動を防ぎながら民主的な制度を維持するためにできるだけのことをやると心に誓ったんですね。まあだから彼の言い方を見ると一人や二人の人間ではなくて、まあ何人か少なくともそうだよなって言ってるみたいなんですね。でその上でトランプ氏が抱える問題の根源の一つは、政策を決めるとき最初に言い出していたことを1分で変えちゃう、原理原則をすぐに曲げてしまうことだ。で、会議を開いても話題が大きく変わって脱線する、そして繰り返しわめく、衝動的に物事を決めるために情報不足だったり無謀な決断をしてしまうというふうに説明した。外交政策に関してはロシアのプーチン大統領とか北朝鮮の金正恩なんちゅう専制君主、独裁者を好む一方で、イギリスやフランスなどの同盟国、ドイツなどの同盟国との絆にはほとんど理解を示さない、まあそれぞれの国を怒らせるようなことばっかりし、貿易のことに関してもやらせてやってますよって話だね。そしてこれに対してトランプは、まあ、匿名でこのもう今のニューヨークタイムとか全然評価してないんだね、フェイクニュースだって言ってるわけです。ニューヨークタイムにしても CNN に対してもあんな新聞やメディアというのはもうデタラメばっかり書いてる、嘘つきメディアだというふうに今決めつけていて、そこに匿名で載せる根性なし、そういうふうにまあ批判してるわけですね。まあ、確かに匿名で載せるというのはいかがなものか、本当かどうか分かんないんだもんね、これじゃね。そうは思いますけれども、まあ今までのトランプさんがやってることを見る限りですよ、この人が核兵器の爆弾のスイッチを持っていて、その人の決定でそれを押すことができるということは、まあ恐ろしくてしょうがないやなという話がそうですよね。そしてニューヨークタイムズとか CNN とかいうニュースが、まあ叩かれても叩かれても頑張っている、まあ、それにしてもね、いまだにこのトランプさんを支持している人たちがたくさんいるっていう事実ね、まあ、この間も言いましたけども、ダーウィンの進化論を信じないで、この世界は神様がたんだというふうに信じている人たちがアメリカの中にいっぱいいて、そしてその中に政治家もいっぱいいて、それが力を持っている、まあ民主主義の恐ろしさってことがそこには出てるわけですけどもね、あ、まあ困ったもんだけども、もう今はまさに私は思うんだけどもね、
その回、その間大災害が次から次へと起きて、神様が怒ってるんだなということを感じてしまいますけどね。そして最悪の大災害というのが、私は繰り返し繰り返し言いますけれども、原発に対して誰かが爆弾なりぶち込んでぶっ飛ばす、それが起きたら人類滅亡ですよね。それが目の前に迫っているにもかかわらず、人類のほとんどはそのことを真剣に考えて、これはやばいよねと思わないというね、不思議な精神構造。これも神様の計画の中の一つかもしれないやね、示させようとしている。まあ困ったもんだとしか言いようがないですけどね、ということです。ということで今日はこれくらいにしておきます。